お前崎市門屋でお茶の製造・卸を行う赤堀商店が静岡茶の品評会で農林水産大臣賞、お茶の加工技術を競う大会で最高金賞を受賞しました。今回は受賞に大きく貢献したお二人、代表の赤堀浩二さんと茶師の田中秀明さんに受賞の喜びと赤堀商店の取り組みについて伺いました。 今回はこちらの丸よ茶屋さんからお届けします。ゲストは赤堀商店の赤堀浩二さんと茶師の田中秀明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたしますえ。まず自己紹介を簡単にお願いいたします。えー、赤堀商店代表の赤堀浩二といいます。茶業に携わってもう40年ほど経っております。 今日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします、えー。続いて田中さんお願いします。はい、田中秀明です、えー。約18年勤めております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、まず赤堀さんにお伺いします、えー。赤堀商店さんでは今どういった事業をされてますかはい、私たち赤堀商店はですね、えー 静岡県を中心とした特に牧野原大地を周辺,周辺に深蒸し茶の荒茶を仕入れまして仕上げ製造をして日本全国の小売店さん及び量販店さんに商品として供給させていただいております昨年の10月に第56回静岡茶品評会で最高賞の 農林水産大臣賞を受賞されました。えー、この、えー、静岡茶品評会はどういったものですか？はい、えー、静岡県で、えー、通常あの鶴亀という品評会という俗名がありまして。えー、そこでですね。静岡県の茶業関係者の問屋さんが出店出品する。 仕上げ茶の技術大会というか仕上げ茶の優劣を競う大会になります赤堀商店さんでは2002年に初めて農林水産大臣賞をこちらでいただいたと思うんですが今回赤堀さんが代表となって初めての受賞となりましたお気持ちいかがですか20年前はですねこちらは東京都の有料茶品評会といいまして 続名で「都の花印」というのがありまして最高ののお茶の品評会になります東京都の品評会に出品して競われる大会になるんですがこちらで「都の花の一等一席」ということで大臣賞を頂い,いたわけなんですが今回ですね静岡県の品評会ということで。 こちらはまた静岡県のお茶の産地の名だたる問屋さんがですね、出品する中での大臣賞ということで、こちらもどちらも感慨深い、大変光栄な賞だと思っております。ありがとうございます。続いて、田中さんにお伺いします。昨年の9月にコロナ禍で3年ぶりとなる、第14回同一新茶による 仕上げ技術協議会が行われ、そこで最高金賞を受賞されました。この仕上げ技術協議会というのはどういうものですか、はい、決められた原料で何キロ以上というぶどまり指定の中、後期、水色、地味、外観と4つの点数を争い合う。 大会です先ほども加工されているところを工場で見させていただきましたが、加工されるときに気にしていること、気をつけていることは何かありますかそうですね。えー、まず、異物が入らない、安心安全なお茶を作る。お客様が喜んでくれるお茶を作る。そういう点を常に思いながら作っております。 加工するときに網目によってアラチャーを仕分けてるっていうふうに先ほどお伺いしましたが、えー、難しいところっていうのはどういったところになりますか原料によって、えーえー、形が違います。まずそこを考えながら作るところが難しいです。ありがとうございます。 えー、今回初めて、えー、この仕上げ技術協議会で最高金賞を、えー、田中さん受賞されましたが、えー、受賞されてお気持ちいかがですか今まで何回か出てましたが、なかなかいい結果に出ず、今回、えー、いい結果が出て大変嬉しく思っております。はい。ありがとうございます。えー、こちらのマリオ茶屋さんでも、えー、お茶を出されていると思うんですが、こちらではどういったお茶を出されているんですか はいあの赤堀商店のお茶は基本的に、えー、深蒸し製法で味が濃い、えー、飲んだ時に旨味を感じるというものをコンセプトに作っておりますこういったものがですね、えー、生産農家さんの努力によって、えー、各農家さんの個性のあるお茶が生まれてくるわけですけれども荒茶同士をブレンドして、えー、深みのある味にするとか香りだと こう良くするとか、水色湯,湯の色ですね。こういったものをよくするということでブレンドをして作っているのが赤尾商店のお茶で、こちらをあのマリオジャヤでも販売をしております。ありがとうございます。最後に今後に向けての意気込みを教えてください。特に昨今お茶の市場が大変あの厳しく。 急須を使って各家庭でお茶を飲まなくなっている現象がありますまずはティーバッグとか粉末茶でもいいのでお茶を飲む習慣からステップアップしてい,っていただいてもっと美味しいお茶を飲んでみたいという時に、えー、弊社をご利用いただければと思います続いて田中さんお願いしますこの大会で賞、えー、を取りましたが これに満足せず、これからもレベルを上げ、お客様においしいお茶を提供できるよう頑張っていきたいと思います。今回は赤堀商店代表の赤堀工二さんと田中秀明さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。したマルヨジェヤでは農林水産大臣賞を受賞したお茶と、 仕上げ技術で最高金賞を受賞したお茶の2種類を数量限定で販売しています。まだ飲んだことがないという方は、この機会にぜひ一度味わってみてください。